こんにちは、ゆかです。えー、今日はスパーク AR という Facebook が提供しているなんか AR、こういう、まさに、これで、ね。<laughs> こういう AR エフェクトを作れるソフトの紹介と、もう本当に簡単にこのくまさんのエフェクトが作れるやり方を紹介しようと思います。えー、最近ほすごく AR にハマっていて、 えっと、勉強し始めて多分2ヶ月ぐらいなんですけど、結構いろんなことができるようになって、ツイッターをもしフォローしてくれてる方がいらっしゃったらご覧になったかもしれないんですけど、なんかハッシュタグ毎日 AR っていうのを作って、それになんか日々の試行錯誤の様子とかを紹介してたりするんですけど、すでにいくつか作品を作っていて、今インスタグラムのカメラから 使うこともできるので、よかったらぜひ、私のインスタをフォローしていただくと、勝手にあの、ストーリーズのカメラから、あの、使えるようになるんで、ぜひぜひ使ってみてください。<laughs> でちょっとまず、その、チュートレリイリに入る前に、なんでこんなに AR にハマったのかみたいな話をしておきたいなと思って、これから来るみたいな、テック業界の人たちが騒いでるみたいな <laughs> こともあると思うんですけど、そこからの興味、 はもちろんん最初あったんだけどやっぱ自分でやってみて作ってみるっていうのを経験したら本当にすごく面白くてやっぱりもともとスノーだったりとかなんかコラージュしたりとか画像加工したりとかそういうのがすごい好きなので顔に何かをくっつけられたりとかするのってすごく面白いと思ってハマりましたであとはこういう YouTube の動画作るのはも,もちろん大好きなんですけど公開したらもう なんか皆さんに見ていただいて終わりというか、まあ、コメントいただいたりとかももちろんして嬉しいんですけどなんかちょっと一方的な楽しまれ方なのかなっていうふうに思っていてこのカメラエフェクトって出したらみんながそれを自分の顔にくっつけて遊んでくれるっていうそのなんか新しい何て言うんですかねこの作品を楽しんでいただける方法みたいなのがあるなって。 っってててすごく思っていてそれもめちゃくちゃ面白いポイントかなと思って最近ドハマりしております皆さんのスマホのカメラを通して作品がいろんなところを旅しているみたいな感覚ですごく面白いしそんなことってなかなかないなと思って面白い時代だなっていう <laughs> 感じがしておりますということでぜひぜひ皆さんにもこの面白さを味わっていただきたいということで。 今日はこの作り方をやっていいきたいと思いますで今となっては結構 3D のものを顔とかに貼り付けたりなんか口開けたら違うことが起きるとか物理の法則を入れたりとか何かいろいろちょっと複雑めなこともできるようになったんですけど本当に今日はもう超入門編ということで結構フラットな感じのでもすごい可愛いよくスノーとかにある感じの こういういいいいエフェクトを作っていきたいと思います今回のチュートリアル本当にもう超初心者向けにしようと思ってゆっくり一緒にやれば絶対できるのでぜひぜひ諦めずに一緒にお付き合いいただければと思いますで今回使ってるこのファイルとか、えっと、このスパーク a r のファイル自体とかも全部概要欄からダウンロードできるようにするのでそれを見ながらとかチャレンジしていただければなと思います 日本語で全部チュートリアルやろうかなと思ってるんですけど、なぜならやっぱり日本の人にもっともっと AR を作ってほしいという気持ちがあって、私みたいにスノーとか使うの大好きな人いっぱいいると思うし、モルっていう文化があるじゃないですか。かそういう文化もあるから絶対日本の人がハマるはず。 っってていうのがあってでもやなかなかねこれ作ってみようって思う人あんまいないから実はそんなに難しくないっていうことをお分かりいただければもっともっとチャレンジする人が出てきたりするかなと思っておりますでも結構チュートリアルが全部英語だったりとかほとんどあんまりチュートリアルが YouTube にもなくてあるのが英語とスペイン語ののが本当に数本あるかないかみたいな感じなのでもう日本語のリソースがほぼない状態なのでそういう意味でも この界隈に貢献していいいきたいというかもっと盛り上げていきたいなっていう気持ちもありますスノーとかを使っている若い女性とかただ与えられているものを消費するだけじゃなくて自分で作ってみるってすごくすごく面白いことだからそういうのをもっと広めていきたいなというのも思ってますじゃあちょっとまあそんな前置きはこれぐらいにしてとりあえず今回はスノーであった簡単なこういう これはあの静止画ですけど、クマのエフェクトを作ってみたくて、動画だとこんな感じでぴょこぴょこ動いてるやつですね。これを作りたいと思います。で、まずはスパーク a r をダウンロードするんですけど、スパーク a r ってググっていただいて、もう出てくる。一番上とかに出てくると思うんで、これを、このページですね。これ Facebook の オフィシャルののページなのでここからあのダウンロードしてくださいえっと今の時点だとちょっと Mac 版しかないかもしれなくて Windows はあるんですけど今多分ベータ版なような気がするのでもうすぐ皆さん使えると思うんですけどもしかしたら今日の時点では Mac でしか使えないかもしれないのでちょっとそこら辺はご了承くださいえっと多分このページを見ていると アップデートいろいろあると思うので、sparkar.facebook.com チェックしてください。で、ここにドキュメンテーションとかチュートリアルとかいろいろあるんですけど、もちろん全部英語なので、今回のチュートリアルを見ていただいて面白そうって思っていただけた方は、この辺をディグってもらうと、本当にいろんなことが学べるので、ここ見てみてください。英語のドキュメンテーション見るのちょっと大変だよっていう方も、 いっぱいいると思うので、これだけ見ていただければ、このクマのやつはできるし、この耳を変えれば猫でも犬でも別に耳とかじゃなくて何でも顔にくっつけられるんで、まあ、顔に何かをくっつけるやり方と考えていただければいいかなと思います。これすごく応用が効くやつなので、入門にいいと思います。スパーク AR ダウンロードできたら、早速やっていきたいんですけど、ちょっとこの新しい プロジェクトにしましまょうか新しいプロジェクトを作ると多分こういうお姉さんが出てくると思うんですけどこのまっさらな状態ですねこっからスタートしていきます今回のチュートリアル実はパート1とパート2に分けようと思っていてまずパート1はこのアニメーションがないバージョンで本当にただ画像をペタペタっとくっつけるみたいなそういう感じにしていきたいと思いますじゃあ新しいプロジェクト 開いたらこの「ニュープロジェクト」とかからもできるんですけどこの「ビデオ」っていうところを押してもらうといろんなサンプルの人で使うこともできるし自分の FaceTime カメラとかパソコンにつながっているカメラを使うことも可能ですで私は今このプレビューはそういうふうにやっています、えー、じゃあこっちもそれ自分でや自分の顔にしましょう じゃあ今まっさらなプロジェクトがある状態だと思うんですけど、えっと、耳と鼻はさっき見せていたこんな感じですねこの PNG ファイルをもう何の方法でもいいんでまず作ってほしいですで私は iPad Pro の Procreate っていうアプリで簡単にルルル,ルって書いたんですけど Photoshop、まあ、でもいいしいられでもいいし何でもいいんですけど最終的に PNG で透下した 画像耳1個と鼻1個作って耳はもう同じやつを左右に使いましためんどくさいとか書けないっていう方はこのが私が使った画像ファイルもダウンロードできるのでダウンロードしたファイルの中で中からちょっと使ってみてくださいで私が作ったのはこれですねちょっと見にくいけどこの鼻のやつと耳のやつこの2つを作りましたでこれを ままずじゃあアセットトにインポートします。このプラスボタンからコンピューターからインポートってやつでえー、っと耳と鼻を持ってきますちょっとポイントなんですけどここなんか若干解像度悪くなっちゃってるのが勝手になんかコンプレッションされちゃう時があるんで一旦ここでコンプレッションのタイプを もうちょっとあの解像度を上げてくれっていうことでオーバーライドスマートっていうのにするとちょっと解像度が上がるんでもし何かあれ書いたのよりなんかもやもやしてるなって思ったらこのコンプレッションのタイプを変えてみると直ったりするのでちょっとポイントです訳わ,わかんないって方は一旦無視して大丈夫です <laughs> 次にこのエリア Photoshop とかで言うとレイヤーみたいな感じになっていてここでいろいろ コントロールすするんですけど今は本当何もない状態でカメラとこの勝手に照明の感じとかが入っててこれがいつもデフォルトになってますで私たちが今からやりたいのはこのプラスボタンからフェイストラッカーを挿入しますフェイストラッカーっていうのは顔を認識してそれをトラッキングするよっていう なんだろう別にこれを足したからって何も見えないんですけどここ何も変わってないじゃないですか何もまだ見えないんですけどとにかくフェイストラッキングしてねみたいな感じのやつですでさらにプラスのところからプレインっていうのを選んで,でこのプレインを入れるとなんかこういう四角が出てきますでこれ今全くなんか顔とかにトラッキングされていなくてただなんか四角が 乗ってるみたいな状態ですよね。で、これはなぜかというと別にフェイストラッカーと全く紐づいていないからで、これをドラッグして、この配下に入れるというか、ホルダーに入れるみたいな感じにすると、顔にさっきの四角が勝手にくっついてくるようになります。こちゃんと名前を付けとくと、後で楽なんですけど、ここのプレインに今から鼻を入れようと思います。そょなんか、顔が見えないから。 あれだけど。で、このプレインっていうのは、なんだろうな、なんかもう板みたいな感じなので、なんかアクリル板みたいな風に考えてもらうと分かりやすいかもしれないんですけど、このアクリル板を何の素材にするかみたいなのをマテリアルっていうので決めるんですけど、このマテリアルのさっき横にあったプラスボタンから新しいマテリアルを作れて、で、でいきなりだとデフォルトでこのなんか変なグレーのやつになるんですけど、 これが今ここにも作られました。ここもちょっと名前変えておきましょう。えっ、ー、と、ノーズ、マテリアルのマットって書いておくと後でわかりやすいです。で、このマテリアルをダブルクリックすると、このいろんな設定が出てくるんですけど、この中のテクスチャ、シェーダープロパティーズ、ディフューズの中のテクスチャーのこところから、さっきインポートしたノーズ、 を選択するとだだん花ができました。本当に簡単でしょこれをやるとさっきのプレインっていう四角の中に私が作った PNG ファイルがただペタって貼られたみたいな。でもここが透明だったからこの黒のところ以外は全部透明になってます。ちょっとサイズ感が大きい気がするのでそういう場合はこのさっきのプレイン板のサイズを小さくすれば 乗ってる絵も全部ギュッてなるんで、ちょっとこのスケールを0.8ぐらいかな。全部0.8にしてみます。こんなもんかな。参考画像。こんな感じですよね。鼻ができました。っていうので、全く同じことを耳でもやっていきます、えーと。フェイストラッカーのところにまたプレイン入れて、じゃあこれはイヤー。いや うんと右、イヤーライトにしていきましょう。めっちゃ変なことになってるけど、これはあのフェイストラッカーに入ってないんで、ちゃんと入れてあげましょう。で、そうするとトラッキングされるようになります。で、これもまた同じようにマテリアルを追加して、で、新しくできたマテリアルちゃんと名前つけましょう。イヤーマットってやって、で、テキシちゃんとこからイヤーを選ぶと、 ここにできます。でもここ、場所が間違ってますよね。場所が間違っている場合は、この矢印で 3D 空間で動かせるんですよ。まあ、ここに持ってきたいんで、上でこっちですよね。だから、この矢印を引っ張って、こっちを押して、この辺こんな感じあ、でも、なんかすごい顔から遠い。 ので、この 3D 空間でもこ、ここをちょっと押し込むみたいな。こうやって、ちょっと顔に近づけてあげます。ちょっとや、こんなもんか。こんな感じですね。でも、今、問題がすごい立っちゃってるっていうか、こうですよね、もっと。こうしたいから、この、さっきあったアクリル板ごと、キュッてやってあげる感じです。なので、このプレインを選択して、 ローテーションが試してもらうと分かりやすいんですけどこれは Z 軸が20度にこっちに傾くっていうふうにするとちょうどいい感じかなちょっと参考画像もうちょいか30度ぐらいこんなもんなんかちょっと高い高い気がするからえー、っと高いの Y をちょっとキュッてやるとこんな感じ もうちょっと位置もこんな感じもうちょい角度あってもいいか35度はいこれができたらじゃあ逆サイドもやっていきましょう同じ方法で作ってもいいですしこれを右クリックして「Duplicate」って複製すると全く同じのができてくるんでこれで。 レフトにして、さっきもいろいろ位置をやったんで、動かすのはもうただこっちに行くだけだから、えー、X 軸をマイナスからプラスにやって、さっき0度から35度行ったんで、0度からマイナス35度に行けば、まあ逆に傾いてくれるので、こうすると左右対称になります。こんな感じです。本当、以上なんです。もうめっちゃ簡単でしょ 簡単なのに、この 3D 感すごくないですかめっちゃ楽しい。これができたら、スマホ側で SparkAR のアプリがあるんですよ。SparkAR プレイヤーっていうアプリがあるので、これをダウンロードしてもらって、ケーブルで繋ながなきゃいけないんですけど、ケーブルでパソコンとこれを繋いで、で、このミラーっていうところを押すと、こっちの携帯でプレビューできるようになります。なので、 あのお使いのデバイスでちゃんと思ったようになっているかっていうのをチェックできますっていうなんか、まあ、用アプリみたいな感じですこの耳と鼻がうにょうにょ動いていた本当にスノーと忠実にするっていうのはちょっと長くなっちゃうんで第2弾で次の動画で紹介するんでそちらも見てくださいでこれをフェイスブックで使えるようにするっていうのをやってみましょう ちょっとインスタグラムのエフェクトはまだベータ版で、えっ、ー、と、誰でもアップできるわけじゃなくて、ベータ版に入っているクリエイターしか今できないので、それに申請していただくこともできるんですけど、Facebook だと今日の時点で誰でも申請できるので、とりあえず Facebook でやってみましょう。で、2019年の後半からインスタグラムの方も誰でも、えっ、ー、と、エフェクトの申請をできるようにしますよっていう発表がこの前していたので、もうすぐ2019年後半、 で、多分できるようになるので、それまでの進歩だと思います。Facebook に申請してももちろんこれ、一つ一つエフェクトを Facebook の人がチェックして、なんか変なのがないかとかっていうのをチェックしてるので、ちょっとタイムラグあるかもしれないんですけど、やってみましょう。なんかね、Facebook でアップして、これ私が作ったんだよみたいな感じで、結構自慢できると思うので。Facebook.com スラッシュ SparkAR Hub っていうページに、 行くとこのアップロードエフェクトっていうところに行くとここからアップロードできます皆さんはインスタグラムがなくてフェイスブックだけかと思うんですけどとりあえずフェイスブックにやってみましょう私の顔を出しとこう <laughs> ここに名前をじゃあ書いてクマみたいなでえっとエフェクトのアイコンとファイルを ここにドラッグドロップするんですけどアイコンのサイズとか4 8 0四4 8 0ピクセルっていうのがあの規定があったりしてここにもっと詳細の,あのテンプレートとかあるのでその辺からちゃんとここからちょっと詳しく見てみてくださいでも基本は4 8 0四4 8 0の画像を作ってここにドラッグドロップしますでエフェクトファイルなんですけどこのファイルから、えー、エクスポート ってやるとこのいろいろ計算してくれて iOS の場合これだけデータを使いますよとか Android の場合古い目の Android の場合とかいろいろ計算してくれてこれが規定以内に入っていればここが青くなってサブミットできますよっていうのが出てきますでこのエクスポートをやるとエクスポートエフェクトっていうのでエクスポートが終わると AR エクスポートっていうファイル名でここにセーブされるのでこれをさっきの でこのアイコンもドラッグアンドドロップしてでいろいろこの辺の情報を入力して申請が通れば Facebook で使えるようになります。もうほんとこの方法で何でも顔に顔とか頭とか別にどこでもくっつけられるんでもうほにアクリル板だと思っていただければ顔のトラッキングに合わせてどこにでもいろいろ貼り付けられるしすごく面白いと思うのでいろんなこと いい。ろんんなものを貼り付けてて遊んでみてください Facebook しかあげれなくても Facebook にあげたりとか Facebook にもしエフェクトを上げてそれを使った動画とかも、まあ、ちょっとめんどくさいですけどインスタにあげることとかもできるので、まあ、インスタでも Twitter でも作ったものもし公開してもいい方はぜひぜひ公開してあのタグしてくれたら見に行くしあの恥ずかしい方は DM でコスそレ送ってくれてももちろん見に行きます。 ということで、ここまで見てくれて本当にありがとうございます。次の動画では、ここからここへ進化するという <laughs> アニメーションをつけて、まあ、ほぼ同じなんですけど、耳とか鼻がちょっとうにょうにょ動くっていうのをやりたいと思うので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。